はい、今日は、大変役立つ YOWindow4 のご紹介ですね。無料です。有料版もありますけど無料で十分ですね。現在僕のノートパソコンに入ってるお見せしているのが YOWindow4 です。何かというと お天気のスクリーンセーバー画面ですね。スクリーンセーバーといって、しばらく経つと時間になるとスクリーンセーバーが働いたらこんな風に出ることができます。なおかつですね、お見せしますね。なおかつアイコンができまして、 YOW ウィンドウをダブルクリックするとこういう風になりますね。で、現在設定が福岡市に設定しています。自分の住んでいるところですね。気温が31度、時間ごとに変化します。ここで、時間をスクロールで変えることができます。これで夕方ですね。夕方の気温が27度になってます。右の画面、晴れで6,900ヘクトパスカルで湿度が 87%。 もっと進めるとこういうふうに深夜になっていきます。はい、これで、深夜に なりましたね。1,010ヘクトパスカル、風が3キロっていうわけで、戻すと月がこうで明るく太陽が上がっていきます。で、現在のところに合わせますね。上の部分がそのあれですね、時刻になっております。で、いろんな、これが日曜日の天気で、日曜日はあいにく雨が降りそうですね。風が10メーターの風、月曜日は16メーターというふうに予想されてますね。これでライブですね。ライブを押すと現在の状況が出ます。今海に設定してますけど、ここで表示からですね、いろんなことができます。ユーザーインターフェースの表示、時刻バーを表示、これはもうチェックを入れることによっていろいろ出したくないツールバーとかも消すことができます。僕は一応全部4つ全部チェックを入れています。場所によって場所を選ぶこともできますね。場所の整理とかやって、こう言って福岡市とかですね、これ OK ですね。で、プログラムでオプションからですね、風景を選ぶことができます。今海辺にしてますけど、これを村に設定すると、はい、村に変わりますね。今ちょっとあれだけど、表示が村に変わります。これ一度畳んで、もう一遍ダブルクリックかな、いや、こういう感じで、風景を変えることができるんですよ。ここ、風景のところで村を選ぶと、はい、呼び込んで村になりますね。はい。音も変わります。海だと波の音がするんですけど、もう一度海にしますね。風景から海辺。はい。これですね。海辺が出てきました。はい。海辺で波の音が聞こえますよね。続いて上から順番でやっていきますね。ビジュアル、はい、この画面と村と海辺、はい、と空港と、はい、まあ富士山の日本庭園みたいなやつ、はい、で空、これ空だけが流れてるところですね。はい、これはお好みに応じて、自分の気分に応じて変えることができます。また画像から作成された風景も入れることができます。一応暑いんでね、海辺にしました。現在の福岡市のライブの現在の気温が33度、晴れ、のち曇りという方、風が 22km 配電、南の風、1,009ヘクトパスカルということになっておりますね。湿度が 47% でカラッとした天気で、現在、はい、観測は32分前と、こういうデータが出てくる大変優れた YOWindow ですね。YOWindow というものです。これはですね、ダウンロードサイトは僕が URL を貼っときますんで、ぜひ便利なんで入れてみてはいかがでしょうか。それと並びにですね、これが Android 版ですね。Android 版もあります。もう Android の端末、Zenfone2 にこれが入れたとこです。
これ全本通もちゃんと出てきます。大変便利でね、無料なんでね、もう気に入って、すぐ入れば、ライブ押すと現在が出てきます。現在の気温が33度、こんな感じで、はい、これが、Android 版ですね。ちょっと Android 版をお見せします。これが Android 版ですね。Android 版にもいいね。Mac、Windows、それと Android に入れることができます。大変便利ですね。パッと天気が見れて、なんか気分的にもいいですよね。これでデスクの横に置いといても、なんか海に行った気分になります。イラストが変わって、音も流れて、天気も分かって。こんな最高なアプリはありませんね、ソフトは。無料です。有料にするともっともっと情報が深く知ることができます。無料版で十分ですね。名前をもう一回言っておきますね。YO Window ですね。多分 YO って言うんでしょうね。YO Window というやつです。ぜひおすすめですので、皆さんも入れてみてはどうでしょうか。スクリーンセーバーになります。で、スクリーンセーバーにもなるし、立ち上げたかったらアイコンができますので、ダブルクリックで、こういう風にできる。そういったわけで、大変優れた朝からずっと日が昇って、はい、太陽が沈んでいきますね。はい、逆転します。太陽が昇って朝の、これも、はい、朝から昇って日が昇ってでライブを押すと現在の太陽の位置になる。太陽の位置もちゃんと高度がここに、はい、高さがちゃんと太陽がイラストでこういう風に流れていきますね。で夕暮れになると月も出てきます。ここにでゆっくり沈んでいって、はい、夜になって気温も全部出るという優れものですね。はい、月の位置もちゃんと出てます。夜になってで現在はライブで現在になるという、これはもう超おすすめの、僕がおすすめのお天気のもう情報を取るアプリとしてはもう最高に癒されて、瞬時に分かるまとまったお天気、ソフトの一つです。これはおすすめなんでね、皆さんぜひ、ノートブックとかデスクトップのスクリーンセーバーにしてみてはいかがでしょうか。そういったわけで、Android も入れてしまいました。僕がお気に入りの YO Windows お天気ソフトの最高のバージョンのおすすめバージョンのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。今飛行機が飛んでますよね。飛行機まで飛んできますんでね、こういうふうに飛行機雲を引きながら進んでいくんでね、まあ見てても楽しいアプリの一つです。そういったわけで皆さんもぜひ入れてください。ご視聴ありがとうございました。ではまた。